ケーララ州、ケーララ州はインドの州の一つであり、南インドを構成する州の一つに数えられる。東にタミル・ナール州と接し、北にカルガータカ州と接する。州都はティルバナンタプラム。マラバール海岸によりインド洋に臨んでおり、西にはラクシャディープ諸島が、南にはモルディブの島々が海の中に浮かんでいる。旧フランス領で、 ポンディシェリ連邦直轄領の一部となっているマーヒが、ケーララ州の一部を切り取るように存在している。メソポタミアのシュメール時代から高信領貿易の中心地として記録されている。エジプト、フェニキア、中国、バビロニアなどの地方からの人々で賑わいを見せた。8世紀の代表的な思想家としてシャンカラが出た。ケーララはアイユルベーダの発祥の地としても知られる。 1102年に、長羅町が北部に侵攻してが滅ぼされ、高鎮王国が起こった。大航海時代の1498年に、ポルトガル人が訪れ上陸し、拠点を築いた。その後続いて、オランダ、イギリス、フランスからも相次いで上陸し、増下、飼育材、香辛料などを求めるヨーロッパ人との交易が開始され、今日は多文化共生となっている。 ケーララ州の沿岸はマラバール海岸と呼ばれ古生の原産地である。14世紀から17世紀まで多くの数学者や天文学者を生んだケーララ学派、マーダバ。マルコ・ポーロが上陸したのはコバラム近くのマラバール海岸である。明朝の帝話もカリカット・コーリコードに来航し、15世紀にはバスコダガマが上陸した。 古代イスラエルのソロモン王も船を寄せたとの伝説もある。1661年、1661年、1795年ができる。現在も海運業、造船業が盛んであり、インド発の国産空母ビクラントの建造も高知の造船所が受け負っている。18世紀初頭、南部にトラバンコール王国、1729年から1947年、 が建国された。1967年から1970年に、かけてが、もう卓東主義の、を、ケイララ州で率いていた。1991年の湾岸戦争時に、サッターム・フセイン大統領を支持する人々がという、名前に変えた海岸の村がある。2018年のモンスーン時には、例年にない集中豪雨に見舞われ洪水のほか、土砂災害が多数発生。 州内で324人以上の死者を出したほか、31万人以上が避難を余儀なくされた。インド半島南西部のアラビア海に面した南北に長く伸びた州。多くの川がそれぞれに支流を伸ばし、複雑な海岸線を形成している。南北5 9 0トルの海岸線を有し、東西の幅は1 1トルから1 2 1トル、自然地理は、 東部の平均高度1500メートルに達する西ガー厚山脈と西部の海岸平の中間部の紅茶産地であるニルギリなどの丘陵地帯に区分さる。気候は熱帯海岸性でタウで知られる。夏の南西モンスーン、冬の北東モンスーンによるもので年間降水量2900ミリメートルに達する。気温は年間を通じ最高28から35度 C。 最低22から25度 C である。政治的には1957年に世界的にも珍しい普通選挙を通じた共産党政権、インド初の非インド国民会議州政権が発足してが初代州首相に選出されて以来、インド共産党、マルクス主義派が与党になることも多い、かつてはインド共産党も インド発で最大の IT ドックでもあるが作られており、Linux やフリーソフトウェアを積極的に推進し、リチャード・ストールマンからアジアで最初に提携する州に選ばれた。ティルバナンタプラムはインドの宇宙開発の発祥地でもある。また、電子政府化も進んでおり、インドで初めて完全にデジタル化された州と呼ばれている。同州は、 人間開発指数で最高値を記録しており、識字率はほぼ100%に達し、インド発ので人口増加率は最も低く、治安面では殺人率は最も低く、インドでのユニバーサルヘルスケアの先駆けとして、平均寿命もインドでは最も高く、インドで最も公衆衛生が進んでいるとされ、世界保健機関とユニセフからは表彰もされている。 経済学者のアマルティアセンやマブーブルハックなどから絶賛されている。出稼ぎが湾岸アラブ諸国で多く、ドバイに住むインド系の過半数がケーララ出身であるとされる。ドバイ政府とは IT 都市の建設で協力している。ケーララ州は14の県、ジッラに分けられている。このほか、以下の大都市は、政令指定都市、マハーナガラム、 大都市に指定されている。主な民族としては、コンカニ人が存在。公用語は、マラヤーラム語、タミル語、コンカニ語、トゥル語、ヒンディー語、ベンガル語、及び各種アデバシ語が使用されている。ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教、ユダヤ教、ジャイナ教などと、宗教的には多様だが、宗教間の衝突は、他の州に比べれば、少ないとされる。 アッシリア人が合流した東方教会系のカルデアシリア教会がある。インドで最も古いモスクとシナゴーグやセートマス教会、ビシュヌを建てつっていることで有名なは、ケーララにある。ケーララ州には先カンブリア時代の岩石が広く分布し、岩石に含まれるモナザイトを産出する海岸が 250km の長さに及ぶ。これがインドを。 世界一のモナザイト産出国にし、モナザイトを含む黒い砂浜と共に、世界有数の自然放射線量の地域としても知られている。ケイララ州海岸線付近における一人一年間、あたりの飛翔射線量は、平均3.8ミリシーベルト、高い地域では20ミリシーベルト以上に達する。家計内遺伝調査の結果によれば、高線量地域では、 統計的に優位に生殖細胞由来の点突然変異が高い傾向にある。マラップラム県の村では双子が多いことでも知られており、クリシナンスラバイジュ医師によれば原因は不明だが60年から70年前から見られる傾向だという。この現象は個人比村に限ったことではなく、ブラジルのやナイジェリアのなどでも双子の高発生率が観測されており、スラバイジュ医師は ブラジルやナイジェリアの医師とコンタクトを取るなど、原因解明に向けて活動を行っており、遺伝学者などからなる調査団はさらに詳細な調査が行われる必要があるとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。